本日ブルガリのジュエリーをまとってのドレスアップ、ご気分はいかがでしょうか。いやもうこんなにあの豪華なジュエリーをつけさせていただくのはなかなかないので、今日はあのつけさせていただいた瞬間にもうなんか夢の世界に来たみたいな感じでした。はい、このホテル自体も米倉さん、ホテル自体も米倉さん、海外でもたくさんホテル泊まられたと思うんですけども、本日このブルガリホテル東京をご覧になっていかがですか。あの入った瞬間にブルガリさんのブルガリホテルっていうイメージがあの瞬間に伝わってくるというか、お部屋もとても素敵ですし、あのアメニティもとても素敵ですし、あのこの幅広い廊下とかとてもなんかあのゴージャスでリラックスができるようなあの感覚を持ちましたし、こういう壁とかもあいろんなところなんかよくじっくり見てみたいなと思います。どんな時にご利用されたいですか。どうしよう、何か特別で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。